始めよう。とりあえずユージはこれから学長と面談ね。下手打つと入学拒否られるから気張ってね。なんだ、貴様が頭ではないのか。力以外の序列はつまらんな。貴様には借りがあるからな。小僧の体を物にしたら真っ先に殺してやる。スクナに狙われるなんて光栄だね。やっぱこいつ有名なの？両面スクナは腕が4本、顔が2つある仮想の騎士。呪術全盛の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。まごうことなき呪いの王だ。遅いぞ、悟。矢賀正道学長だ。虎杖悠仁です。よろしくお願いします。何しに来た？面談。呪術高専に。呪術を習いに？その先に何を求める？じいちゃんの遺言で、俺はとにかく人を助けたい。遺言？つまり他人の指図で君は呪いに立ち向かうと。不合格だ。人形じゃなかったのか？呪骸、人形だ。私の呪いがこもっているわね。九死にこそ人間の本音は出るものだ。納得のいく答えが聞けるまで攻撃は続くぞ。そもそも他人じゃなくて家族の遺言だっつーの。くそ、明かりが。家族も他人のうちだろう。呪術師は常に死と隣り合わせ。自分の死だけでな、呪いに殺された人を呼ぶ、呪いの肉を切り裂かねばならんこともある。不快な仕事だ。それを他人に言われたから笑わせるな。ざけんな。俺は自分が呪いに殺された時もそうやって祖父のせいにするのか。死に際の心のありようを想像するのは難しい。だがこれだけは断言できる。今のままだと大好きな祖父を呪うことになるかもしれん。呪術師に悔いのない死などない。今一度問う。君はなぜ呪術高専に来た？運動も喧嘩も昔から人並み以上にできた。でもそれを一度だって俺にしかできないって思ったことはない。スクナを食う、それは俺にしかできないんだって。飯食って、風呂入って、漫画読んで、ふと気持ちが途切れた時、ああ、今スクナのせいで人が死んでるかもなってへこんで、俺には関係ねえって自分に言い聞かせるのか。そんなのごめんだね。
の時のことは分からんけど、生き様で後悔はしたくない。悟、よう案内して。王卓だ、ようこそ呪術高専。でも別にユージが戦う必要なくない？スクナの指は僕や伏黒が取ってくるから。いい、やるったらやる。ま、君が戦わないなんてことはありえないんだけどね。あ、試したな。そんなに簡単に見つかるならとっくに全部見つけてるっちゅう話。君の中のスクナが力を取り戻すために指の在りかを教えてくれる。君は器であると同時にレーダーでもあるわけだ。現場にいないと始まらない。隣かよ。お、伏黒、今度こそ元気そうだな。二人とも、明日はお出かけだよ。3人目の1年生を迎えに行きます。